中しておこう。巨人の進行を食い止めたな。これで終わるとも思えんが。
壁の穴にはかなり近づいたはずだ。未だに一匹も巨人と遭遇しない。おかしい。行きますよ、リコ班長。この調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。さらに巨人が来たらここも突破されてしまうだろう。なんだろう、何か。あんたはどう思う、この状況。まったく楽観的だね。私は何か薄気味悪いものを感じるけど。新兵、ご苦労だった。ここはもういい。今のうちに調査兵団に合流しておけ。デコリウスだろ。誰か、誰かいないか。コリ、下がれ。俺の家だ。こいつ動けないのか。じゃあ、どうやってここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか。いえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それになぜ馬が残っている。松明の調達は済んでいるな。出発するぞ。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。コーニー、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。南班はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま、逆方向から壁沿いに南下してきた七葉たち西班と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちは、ボールローゼにほど近い古城ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。
今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろう。まあ当然だよな。まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。そうか、そりゃ。でもみんなうまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど。ただずっと気になってるのが、俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体で、なぜか俺の家で寝てやがった。そいつなんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コニー、まだ言ってんのか。お前はお前の母ちゃん巨人だったのかよ、コニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、もううるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。うるせえ、クソ女、もう寝ろ。いやいや、今の話じゃそうとしか考えられねえだろ。だからもう黙ってろ、このクソ女。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。
れてない疲れてない。明かりが出てきて気がついたら、なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえかなあ。あいつ壁の方に。おい、待て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 、待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。ここからは立体機動装置の出番だ。行った。まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないな。頼んだよ。ふざけやがって。やるしかねえってのか。塔には無防備な神兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。やるよ。救援要請を確認。私が向かいます。片付けよう。こんなもんか。よっと、相手になるよ。まずいな、これじゃキリがない。あまり手割れない。ありがとう。おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。よし、これで塔の周りの巨人は大体片付いたね。さすが調査兵団、他の兵士とは訳が違うってことか。後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。休む暇もねえってのか。相手になるよ。救援要請を確認。私が向かいます。始末してやる。やるよ。すごい活躍ね。やるよ。ドッと。